はい、こんにちは。今回は日本王者または OPBF 東洋太平洋王者のボクサーでパンチが強いハードパンチャーたちを紹介いたします。まず最初に紹介するのは左フックで KO の山を築いた吉野博之選手です。今日はチャンピオンの吉野、吉野選手はデビューして2戦連続敗北を喫します。しかしラーメン屋のアルバイトで来る日も来る日も左手で重いおかもちを持って出前をしていたのです。そうして後に KO の山を築く左手が鍛えられていったのでした。そして連続 KO の最中に日本ウェルター級王者となったのです。連続 KO は12まで伸ばし、日本王座も14度防衛したのです。吉野選手は1階級上のスーパーウェルター級でも日本王者になり、最強挑戦者の金山選手と激闘を演じます。初回いきなり金山選手の右の強打が炸裂し、吉野選手はいきなりダウンするのです。初回から金山選手攻勢ですが、3ラウンドに吉野選手の左フックがヒットします。手数を出せ出せと言ってますね。言ってますか、はい、セコンドの指示とは裏腹の展開。このリング上チャンピオン吉野です。金山選手優勢ですが、吉野選手は一発のパンチからペースを奪い返します。金山選手も必死にパンチを返しますが、吉野選手は疲れながらも破壊力のある左を振るってきます。ダウンをした金山選手もコツコツパンチを返しますが、吉野選手には一発でひっくり返すパワーがあるのです。最終ラウンドにも吉野選手の左フックが火を吹きます。次に紹介いたしますのは元 OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級王者の中里茂選手です。中里選手は日本バンタム級タイトル奪取に2度失敗した後、階級を上げて OPBF 東洋タイトルに挑戦いたします。1ラウンドから中里選手は果敢に打ち合い、王者チョも迎え撃ちます。打ち合いになると中里選手は本領を発揮し、コーナーに詰め猛威を振るいます。2ラウンドも中里選手は強烈なパンチをヒットさせ連打を放ちます。3ラウンドも同じような展開で中里選手は強烈なパンチを叩き込み仕留めに入ります。王者チョは中里選手の攻撃に防戦一方になり、レフリーがたまらず止めに入ります。そして中里選手はついに世界王者に挑むのです。王者は47勝33 KO 3敗1分けのオスカー・ラリオスです。オスカー・ラリオスは名王者イスラエル・バスケスからベルトを奪ったパンチの強いボクサーです。パンチが強いボクサー同士の戦い、やはり序盤から壮絶な打ち合いになりました。3ラウンド早くも中里選手は猛攻撃を仕掛けます。中里選手の猛攻をしのいだラリオスは逆に5ラウンドに猛威を振るいます。かなり強いパンチが入り、中里選手はグロッキーとなります。8ラウンド終盤も中里選手の左右の強打が炸裂し、王者ラリオスは棒立ちとなります。ラリオスはこの猛攻撃を受け顎を骨折したようです。
猛攻撃を受けたラリオスは距離を取ってポイントを取るボクシングに修正しました。距離を縮めようと中里選手は突進しますが、ラリオスは巧みに距離を取り判定に持ち込もうと必死です。中里選手は王者を捉えきれず、試合は判定となります。勝負は判定にもつれ込みました。両者手を挙げています。勝者 WBC 世界スーパーバンタム級チャンピオン、オスカーラリオス。中里残念。その後、中里選手はオスカーラリオスとマエル・モンシプールに挑みますが、世界王者のタイトルを手にすることはできず引退したのです。次に紹介いたしますのは、元日本スーパーバンタム級王者渡辺淳一選手です。渡辺選手の持ち味はこのサウスポーからの強烈な左パンチなのです。渡辺選手は引退するまで29勝20 KO を挙げております。ほとんどの KO パンチはこの強い左のパンチなのです。吉岡選手に敗れた2年後に再び日本タイトル戦に挑戦します。王者は元アマチュア王者の瀬川哲夫です。瀬川選手はオリンピック出場経験もあり、豊富なキャリアを持っています。渡辺選手の強いパンチを殺すため、さまざまなテクニックを駆使するのです。瀬川選手は左ジャブで距離を測り、接近するとパンチを上下に打ち分けます。また距離もうまくコントロールしております。さあ瀬川が右です。右顔面を捉えました。今度は左。序盤、瀬川選手の右カウンターもよくヒットします。接近すると瀬川選手は手数を出し、渡辺選手に攻撃の隙を与えないのです。しかし渡辺選手の強い左パンチは一発で逆転する威力を持っており、中盤から左をヒットさせ始めるのです。そんな一発のある渡辺選手に対し、瀬川選手は手数で勝負し、渡辺選手が攻勢になるとクリンチで流れを止めたりし、渡辺選手に流れを渡さないのです。お互い今チャンスですね。はい、はい、さあもう残すラウンド3つ。それでも終盤、渡辺選手は強烈なパンチを振り絞り、勝利への執念を見せるのです。渡辺選手の日本王者への執念の源は交際している彼女なのです。最終ラウンドを狙って左ビー、いいですね。はい、右が入った、右が入った、難しいところですね。86対86、ジャッジ伊達、同じくジャッジ池崎、87対86、勝者青コーナー、新チャンピオン誕生です。2対0。先日アップした動画の渡辺選手の経歴で一部不確かで誤った情報を発信してしまったことを謝罪したく思います。特に渡辺選手やその関係者の方には深くお詫び申し上げます。続きまして、元 OPBF 東洋太平洋スーパーバンタム級王者石井光三選手を紹介いたします。石井選手は高校まで野球をしていましたが、辰吉丈一郎に憧れてボクシングを始めました。デビュー後新人戦でつまずきますが、その後持ち前の強打で勝ち上がっていくのです。この後楽園でも本領発揮か。第1ラウンドはやや様子を見ていきたい。石井右、そうですね、だだ止めた。石井選手はフィリピン王者と OPBF 東洋太平洋のベルトを争いますが、パンチ力が全然違い、初回から圧倒します。石井選手の特徴は連打の中の一発一発のパンチが非常に強いことです。そして石井選手は世界タイトルマッチに挑戦します。 WBA 王者はネストール・ガルサです。王者は37勝29 KO 1敗のハードパンチャーです。ハードパンチャー同士の一戦はお互いに序盤から強打を振るい、スリリングな展開となるのです。石井選手が見事なワンツーから連打に入りますが、
王者も巧みにかわします。それでも石井選手はアグレッシブに攻撃し、序盤ペースをつかみます。5ラウンドには王者が強烈なパンチで巻き返しに来ました。7ラウンドの開始と同時に石井選手は猛然とラッシュしますが、王者のカウンターが炸裂し、両者ものすごい打ち合いを演じるのです。石が死にくい位置に逃れる、ガルダ誘ったんですね今ね。あ、そうですか。カウンターレーが狙いでした。石井コーナー詰めたら打ち合いの中で石井選手は強烈な左フックをヒットさせ、王者を追い込むのです。9ラウンドの打ち合いではお互いにぐらつきます。11ラウンドも激しい打ち合いに終始します。石井選手の右ガードが下がってきているのが少し気になります。最終ラウンドを取れば石井選手が王者ダッシュと場内の期待は高まってます。しかし世界のベルトは簡単には取れないのです。